松本大洋がキャラクター原案、乃木明子が脚本を担当した元作は、南北朝から室町期に活躍した実在の能楽師、犬王と彼の数奇な人生を歌にして、読んだ琵琶法師、友魚、友名の友情を描いたミュージカルアニメーション。乱世を生き抜くため、バディとなった二人が互いの才能を刺激し、愛、唯一無二のエンターテイナーとして、人々を熱狂させていく様が紡がれる。アブちゃんが犬王、森山が友魚に声を当てた。映画、モテキ、以来、10年ぶりの共演となる二人。アブちゃんは、普段女王として生きている私が、今回、王として生きる機会をいただきました。犬王、まっすぐに、運命の映画だと言い切ることができます。ああ、来年を楽しみに、とコメント。森山は、湯浅監督が生み出したぶっ飛び、能楽アニメーション、犬王。琵琶法師、友魚として、これまたぶっ飛んだアブちゃん演じる、艶やかな犬王に寄り添う。必然、ジェットコースターのような現場でした。世界最古のミュージカルと言われる、能楽の豊かな可能性を感じられる映画になっているのではないでしょうかと振り返る。犬王は第78回ベネツィア国際映画祭のオリゾンティコンペティション部門に選出。9月にワールドプレミアが行われる映画祭の公式発表では、歴史上の権力に対抗するユニバーサルなドラマ性を持ち合わせた、アルタネのロックオペラと紹介された。この決定を受け、湯浅は、二人の物語が多くの人に知られると嬉しい。室町時代にロックな演奏で歌唱で、舞で、自分の生き方を貫き、宿命的な名を地から駆け上がっていった二人。映画は見てるだけで胸が熱く、上がるものになるはずですと語っている。この度連続テレビ小説、あまちゃんや、花束みたいな恋をしたなどで知られる、大友義秀が音楽を担当したことも明らかに。特報では、アブちゃんによる鬼気の広い犬王の歌声や、ギターサウンドも確認できる。橋の上で向かい合う犬王と、友魚が宙を飛ぶ様子も、大友は3年に及んだ制作の苦労を振り返りつつ、絵が立ち、現れたや、音と共に動き出した時の興奮と感動を一体何度味わったことか。気づくと自分も、犬王の世界にすっかり没入していました。とんでもない作品です。大傑作です。と称賛の声を上げた。普段女王として生きている私が、今回、王として生きる機会をいただきました。R、犬王、R まっすぐに、運命の映画だと言い切ることができます。RRR、来年をお楽しみに。現存する能楽が確立される前なのだから、自由な発想で演じられていい、という考えのもとに、湯浅監督が生み出したぶっ飛び、能楽アニメーション、犬王。琵琶法師、友魚として、これまたぶっ飛んだアブちゃん演じる、艶やかな犬王に寄り添う。必然、ジェットコースターのような現場でした。世界最古のミュージカルと言われる、能楽の豊かな可能性を感じられる映画になっているのではないでしょうか。正直に書きます。湯浅監督の具体的なのか、抽象的なのかさっぱりわからない、むちゃくちゃな注文と、素人目には何が描かれているか、皆目見当がつかない、スケッチ段階の動画に翻弄され、まくった3年間でした。でもただ翻弄され、続けただけなら、とっくにやめてます。が立ち、現れたや、音と共に動き出した時の興奮と、感動を一体何度味わったことか。気づくと自分も、犬王の世界にすっかり没入していました。とんでもない作品です。大傑作です。二人の物語が多くの人に知られると嬉しい。R 室町時代に、ロックな演奏で歌唱で、舞で、自分の生き方を貫き、宿命的な名を地から駆け上がっていった二人。映画は見てるだけで胸が熱く、上がるものになるはずです。王パーツは至る所にあったはず。我々は多くの物語を知らなすぎる。彼らが認められ、称賛されることは、どの時代をもまさなおに生きる者たちが報われることだ。